ユーハンナー10世はアンティオキア総主教。1955年にラタケアに生まれる。父親はアラビア語教師、母親は経験がレバノン人。ティシュリーン大学で土木工学の学士号を取得。この間、ビサンティン聖火のための学校とその聖火隊を組織した。1978年、進学学士号をバラマンド大学付属ダマスコのユーハンナー。 研究所において取得。1983年、アリストテレステッサロニキ大学において、方針霊学で博士号を取得した。博士論文は、聖戦霊儀歴史、神学、方針霊の研究。その間、1981年には、テッサロニキにある、ビサンチン音楽学校から学位を取得している。最初に報職したラタキアにおいて、 ラタキアフ主教ユーハンナーから、1979年に、タスク祭信ノブキヨシ、1983年に、司祭女性の暗章を受けた。1995年には、アンティオキア総主教調整しのどによって主教に選ばれ、ノブ賞をされた。2008年には、ヨーロッパフ主教に選ばれて着座。大学での教職としては、1981年からは、 バラマンド大学付属ダマスコのユーハンナー研究所で方針霊学の教授に就く。1988年から1991年、2001年から2005年の間は神学研究所の学部長を務めた。この間、修道院を指導してもいる。2001年から2005年までの間、レバノンにあるバラマンドが党の女祭修道院の修道院長を務める。 1993年から2005年までの間は、シリアにある聖ジルジス修道院の修道院長も務めた。シリアにある女子修道院の設立にも携わっている。2012年12月17日、アンティオキア総主教調整しのによって、アンティオキア総主教に、戦立。2013年2月10日に着座式が執り行われた。ありがとうございます。